よく分かってないよね。何にも分かってないでしょ。うん。うん。内容証明送ればいいのこれ。うん。でもさ、こいつにさ言ったところで何も変わらないんだよね。デブ、内容証明送るか。もう名誉毀損だよな完全に。なんか養育費払えとかさ、送る？ツーデブいらなくない？こいつツーデブなんつってたのこいつ。エンタメじゃないでしょこいつ。ツーデブ、事実と違うことでお金は請求されてない。送るべき、お金は請求されてない。こいつさ、あったら何も言えないのくせに、インターネットでさ、こうやって自白だとすごい調子乗んのよ。ネットだと酒飲んでるでしょ。うん、訴えていいこいつマジで。これが許されるわけ？てかさ、あのツイッターに上げてるやつがさ、あのバカなんだよね。これ情報が全然違うことあげて、誰が上げてんのこれ。ふわっち特派員でもなんでもないやつだよね。なんてやつだっけこいつがさ取り扱った記事が、なんかわけわかんないやつでしょ。うん、嫉妬がすごいなマジで。なんてやつ、こいつが悪いな。ふわっちなんてやつ、ふわっち特派員でもないやつ。特派員なのこれ。こいつ訴えるか。わかる？あ、親分さん、どんつくらすか。なんてやつ？ツイッターの書き方がおかしいんだよね。おかしいんだよね。なんてやつなんだろう、ふわっちの。監視員じゃないんだよね。金取れるやつだよね、これ、普通に。ツイッターの開示請求ってどんぐらいいけんだろう。今日のふわっち、あ、それか。そいつ、ちょっと DM するわ。何が今日のふわっちやねん。こいつ、こいつやばくない？もう怒りでさ手が震えてさ、あのフリック入力できねえよこれ。ちょっと入れてくんね、みっちゃん。今日のふわっち、怒りに狂って手が震えてさ、今日のふわっちブロックしてる養分が。そいつ、こいつやばいね。生意気だよなこいつな。ツイッター、こいつ俺フォローされてんだけど、はあ、腹立つわこいつマジで。養母にブロックされたことが名誉だって言ってる。これ金取れる？こいつから。俺のこと書いてるのどこの記事だ？あ、これか。これスクショしとくわ。うん。速報でな、書いてるこれ。
誠司さん、家庭裁判所からお手紙が届く。内容は元嫁さんとの間の子供さんの件で、元嫁さんのご両親とお子さんの話し合いをするそうです。誠司さんも晴天の霹靂でまだ考えがまとまってません。もう最後まで見てから書けよこいつ、バカなのこれ、アホなの。うん、なんでこれ最後まで見ないのこれ。どんなやつが書いてんのこいつ。300人しかいないけどフォロワーが。他のさ特派員とかさ監視員とか1万人とか言ってんのに、駆け出しなんだろうね、有名になりたいんだろうねこれ。300人しかいねえよ。うん、女の人ババア、知ってんのたかし、これこいつなんで知ってんの。パパラッチされた、え、こいつ知ってるの。なんで性別して、パパラッチ、ちょっと電話していい、たかし、何者なのこいつ。電話した、電話したの、こいつと電話したの。そう、なんで知ってんだろう。セジ、もしもし、知ってるこいつのこと。知ってるっちゃ、その人一回アカウント作り変えてるよね。なんてアカウントだったの。え、なんてかな、前の名前のアカウントがね、うん、名前何かな、そんな感じやねんな、今日の不安地とかそういう感じ、そっち系の名前やねんけど、うん、あの俺が岩ちゃんと二人で、うん、配信外で、うん、あの買い物行ってるところを、うん、たまたま写真撮ったような。それをツイートしてんの。それ送ってきた俺の DM に。 DM に、うん、どこで、デートしてたのそれは。東京、東京、東京、東京のどこら辺。東京のど、あの秋葉原。秋葉原ちゃうよ。どこ。西の方。あ、西東京で。うん、へえ。女の人やその人。ほんでなんかせっかくやし会いますか言ったら断られた。会いますかって言われたの。いや俺がな、うん、ステッカー入れてあげますよって。うん、なんちゃ、もういいですって。じゃあ LINE は知らない。 LINE は知らんな。あ、じゃあ DM したら帰ってくるかな、返事。あ、帰ってくると思うで。まともそうなやつ。ん、まともなババア。何のためにやってんのこういうの。別にそんな悪いイメージなかったけどな俺は。なんか間違ってツイートしてんだよこれ、情報。あ、情報だ、先走ってんだろそれ。あ、で養分にもブロックされてんのよ。あ、そうなんや。あ、なんで女って分かったの。あのね、 DM の内容で、うん、やりとりで、うん、女って言ってたよ、女性で。盗撮したんだ。そうそう、たまたまね。岩ちゃんと高橋を。そう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 、まあ、盗撮っていうか、うん、たまたま俺たちが買い物したところをたまたまおったよな。うん、でそこでバシャッと1枚取ったらしい。あ、ネカマの可能性もある。ん、ネカマの可能性もある。ネカム、ネカマ。あ、ネカマじゃないと思うで。おばさん、いや分かれへんよそこは、おばさんかどうかは。こいつのフワッチ ID 分かればな、 NG ぶち込みてんだけど。いや分かれへん分かれへん分かんない。地形の人ってさ、基本的にアカウント出せんか分かれへんよね。ああ、特派員にしろ監視、監視員さんはねアカウント分かれるけど、こいつさマジで、うん、どうにかし、ね、しないとダメだな、こういうやつ駆逐しないと。1時間前にツイートしてんな。非公式セカンド、非公式セカンドってなんだ。ファーストがあんのかな。あ、なんかって話だよね、なんか。なんなんこれ、こいつのアカウント。だから多分そういうアカウント作り直してるからセカンドじゃないの。だよね。うん、何のためにやってんのこいつは。こんなしょうもない。あ、転生しました、
言いたいだけふわっちの運営とは全く関係ありません。ツイート削除の依頼は配信者さん本人が DM からお願いします。ファースト凍結してる？あ、凍結してる確か、その人養分がブロックしてるなら聞いてみたら。養分はどんなツイートされたんだろう。どっちにしたかでブロックするってことは、うん、まあ、本人からしたらろくでもないツイートされたって。あー、頭おかしいわこいつ。だって嬉しがっちゃってる、嬉しょん出ちゃってるわ、養分からブロックされて。うん、もういらんこと書いたんだろうな。バンにされたって、これ開示請求してもいいぐらいだなこいつ。やっちゃうかな、暇だから。こいつそんな悪い人に思うんだけどな俺。頭おかしいんだろ多分。パパラッチするぐらいかな。うん、やっちゃう。おい見てるか、今日のふわっちセカンド非公式。お消せよお前、事実と異なるツイートしてるぞお前。最後の見ろよてめえ。はい、一回それ DM 送ったら。送った送った、帰って送った送った、多分帰ってくると思うで俺。普通に帰ってこない、まだ絶対帰ってくると思うで。ちょ、これさ、今日のフワッチセカンド来いってタイトルにしたら来るかな。来ると思うよ、帰ってみたら。あれ、うん、セカンド、MD、あ、持っていっていうことで情報やたかしでした。あ、了解、ありがとう。はーい、はーい。許せねえな、見てんだろ、来いよ今日のふわっちセカンド。てめえ5個投げラスコやです。まいっちゃ、ありがとう。何のツイートしたんだろうな。ごこなげラスコイ。まいちゃんです。あ、なんかこうなったんだけど。凍結したこれ。うん？何もないぞおい。なんで？ブルっちゃった？何これ？全消し？ツイート全消し？間違えた俺。何？あの俺が言うてんのはふわっち実況やったわ。いや、その非公式は知らんわ。ごめんごめん。そうなん。うん、違うんや。そうなんす。いや、うん、別なんだ。あ、でも頭おかしいやついるんだ。そういうふわっちのなんか、ふわっちのこと書いて、監視みたいなやつがアカウントがいっぱいいるんだ。そう。え、もう一回言って、なんつった？なんつった？高橋の方はなんて？ふわっち実況。ふわっち実況。うん。その人はいい人なの？この人はいい人だと思う。うん。ここ頭おかしいのがこいつか。頭おかしいちゃうか、これ。セカンド。凍結されるぐらいで。うん、オッケーオッケー、うん、でもありがとう。はい、はい、なんかね、でもね、見えてる人もいるんだよ。でも俺見えなくなったんだよ。これどういうことですか、ツイッターに詳しい人。見えなくなったんよ、これしか見えてないよ。全部見えてる。俺ブロックされた。いや、フォローされてるで。ってことはフォローバックは、いや、できたで、フォローできたで、ブロックされてないで、フォローされた、フォローできたって。見れる？メディアの方クリック。ツイートありませんってなるで。ああ、できた、できた。いや、消してんな、どん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 。一番上がこれになったわ、養分にブロックされたって。見れなくなったよね、消えた。見れる、いや、バグってんな、これ。大急ぎで消してんじゃねえの。
聞いてない？下に行けば精査あるある、見えたり見えなかったりするんだよね。で今見れてないんだよね。大急ぎで消してんじゃね。読み込まなくなったぜ。読み込まない、消してるよ多分ね。おかしいよね、見えたり見えなかったりしてるよね。小鉄しか見えなくなったよね。上下にワイプスワイプしてるしてる。あ、見れた見れた、今度見れた、今度見れた。何なんだこれ。ツイッターバグってんの？バグ中？イーロンマスク呼んでこい。みんなで見てるから重くなってんのか。見れる。開示請求するかも、めんどくさいからこいつ。何が今日のふわっちだよこいつ。なめてんのお前。なあ、フォロワーが300人しかいねえ雑魚がよ。こいつこいつ。詰めるかこいつマジで。でもね、読み込まなかったり読み込んだりするんですよね。で今日2時間前にね、養分にブロックされてますこいつ。それをなんかまたツイートしてる。養分のことなんでなんかいらんこと書いたんかな。あーこれだ、多分お子さんと似てないってツイートしてんだよこれ。養分金取った方がいいでこれ。これ開示請求した方がいいでこれ。子供が似てないっていらんことか。ババアだろこれ。柴田理恵だこれ書いてんの。うん、女だろうな。いらんこと書いてるわ。うん、速報です。なんと今日のふわっちセカンドさんアカウント発見しました。ふわっちアカウントありましたねえ。ふわっちアカウントありました。検索してみよう。ふわっちで今日のふわっちセカンド。ご丁寧にこれね、ふわっち特派員とかはね、まあバレてるけど、こういうアンチみたいなさツイートするんだったら名前は変えた方がいい。しかもバカなんだろうね、多分バカなんだろう。ツイッターアカウントでやってんだよ、ツイッターアカウントで。許せないね、ここ投げらすこい、なおちゃんやつ。ツイッターアカウントでやってんだよ、バカだねこいつ。ふわっちアカウントでやればいいのに。アホだわ多分。どんなやつが書いてんのこれ。今日のふわっちセカンド。あ、いた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 。あ、いました。でもさ、フォロワー40人もいるんだよね。これじゃないのかな。これも一応 NG 入れとくか。セカンドじゃない方もいるんだ。配信もしてないのに40人もフォロワーがいる。しかも全部丸見え。なんでこれ今日のふわっちさん、こんなフォロワーがいるの40人も。どういうこと？こんだけフォロワーが丸見え。しかも養分ブロックした理由それじゃないみたい。前のアカウント凍結された。セカンドの方ね。あ、こいつか。俺さ、あ、こっちもツイッターアカウントなんだ。前のアカウント凍結された。これか。こっちが凍結され、ほんとや、凍結されてる。うん、なんでブロックしたんだ。その理由じゃないんだ。なんだろうブロックしたの。子供の顔が似てないだけで違うの。養分も覚えてない。
なんだろうな、あのさっきから抜かれちゃう抜かれちゃうってさ、今この話題やってんのよね。今からじゃあお願いします、できるね。今攻撃されてんの SNS 上で、うん、黙れよお前、抜かれちゃう抜かれちゃって、じゃあお前が投げろよ、バカなのお前、すべて泣かした方がいいよ、どん作らすこいパイちゃんです。抜かれちゃう抜かれちゃうじゃねえんだよ、うん、多分女です。誠司さん、バンではありませんでした、お詫びして訂正して申し訳ないでした。誠司さん多分女です。え、何のことこれ、誠司さんバンではありませんでした、お詫びして訂正いたします。なんてこと、なんてこと、サウナボーイの可能性がある、サブからこっち見てますし、セカンドに DM してる、 DM してる、うん、あー7月17日のツイートに書いてんの、7月17日、いやーツイートが読み込めねえな、とりあえずフワーの方はブロックした、したしたした、両方した、ろくなやつじゃねえわマジで、こいつほんまクソババア書いてんだよな。7月17日ね、だいぶ結構つぶやくない、一日に何回も。吉田なのこれ、吉田なの、吉田からしてんのあいつ、閉めるこいつマジで、こんなことしてどうするの、吉田盗撮するし、あらしてもんな、ツイート見れてる見れてる、多分みんなが一斉に見てるから重くなってるんだと思う。17日って何日前になる、ニュース系のリツイートしてる、 DM した、あ、これか、だから見切り発車するんだろうなこいつ、何の情報もさちゃんと知らないのに見切り発車するんだよ、バカなんだろうなこいつ、マジうぜえんだけど。で DM したけど帰ってこない、こいつに帰ってこない、お見てんだろ今日のフワッチセカンド、おい返せよ DM クソババ見てんだろ、まあ、あ、見れないか、俺ブロックしちゃったわ、見れないわ俺ブロックしちゃった、俺ふわっち絶対女だと思う、ブロックしちゃった見れないわ、うん、でこいつもじゃあこれもブロックしとくか、ツイッターもいいか、ツイッターはフォローしてやがる俺のこと、気持ち悪いクソババア、フォローしてんじゃねえよこの野郎、打ち刻すぞてめえ、あ、舐めてんじゃねえぞ、うん、キャスから来ました、ナイスって何ですか、右下の拍手ボタンを黄色に変えてほしいです、ええ、お願いします、ぶち切れそうです、頭がおかしくなりそう、うん、男じゃない、可愛い子ばかり、ああ、
そう、あ、男かもしんない。おめでとうって言ってんの。あー、ネカマね。あ、変わった、ありがとうね。ナイスを増やしてほしい。うん、なんか加工がさ、これついてんの、これついてる、この、これで加工ついてんの。なんかおじさんじゃない今日、どうしたこれ、外れてるよね。つけていい、あれあれついてた、これあんま変わらない、ね、変わらない、変わんない。ついてたの、変わんないね、おじさんだわ。つけてもつけてなくてもおじさんだった。どっちがいい、一緒だったよこれ。なんか今日漏れてないなと思って、ちょっとマシ、ちょっとつけさせて、肌がねちょっと綺麗になるぐらいで。ファンデーション塗る、むちゃくちゃかっこいいわ、ありやす、ガチかっこいいじゃんそれ。97号さん嬉しいよね、ガチかっこいいだわ。ない方が男らしい、ちょっとマシ、竹内涼真です。つけない方がいい、嘘、いやな、これつけた方がいいよ絶対、全然違うもん。うん、これマックスではない、マックスだと宇宙人になっちゃうから。うん、顔色悪くなんない、マジで。これ見て見て、顔色悪くなんのよ、ほらブチャーってなんない、あとなんか犬みたいな顔なんない、わかる、顔色がベチャーってなるでしょ。水分の多いお好み焼きみたいになっちゃうねこれ。うん、どっちがいい、顔色悪いよね、ほうれい線ね、若返りたい。これで慣れるか皆さんが。あ、毛穴パックない方が絶対いい、クマがね、クマ直せばなんとかマシになるのかな。殴られたミーコない方が絶対いい、ヒーリングする、お願いだからつけて。マックス、マックスはやばいよ、マックス誰ってなるよ。うん、もうこの時点でもう全然違うもんね。美肌マックス、これ美肌マックスね、これ美肌マックス、全然違うでしょ。シミ取れた、取れたシミは。で次小顔いきます、小顔今 20% ついてんのよ、 100% にするよ小顔。はい、小顔、はい、わかる、これだんだんちっちゃくなったでしょ、ほらほらね。次 V ライン行きます、 V ラインってどこかわかる、 V ライン見ててよ、行くよ行くよ、見て見て、 V ラインちょっと細くなってくるよ、はいはいはい、 V ラインがほら、はい、マックス、はい、小顔、はい、太ってる、はい、 V ラインマックス、あれ痩せちゃった、これ、これいくらでもできんね、これやばやばくない、全然違うじゃんこれ。スリムね、スリム、ここの幅、ここの幅ちっちゃくするよ、見て見て、
ほら遅くなったでしょ。これ使われたらさ、わかんねえね、女の子。うん。で次ね、ここの長さ短くするね。頭でっかち直すよ。頭でかいから短くなるよ、頭。オッケー。ちょっと上に上げようか。いくよ。はい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 、どう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 。これあんまわからないか、あんま変わんないか。どう、変わった？これあんま変わんないな、100にしたけど。あんま変わらんなな。で次、ほっぺたいきます。頬、頬見ててください。はい、100。あんま変わらんな。顎いきます。顎いじりますよ、顎。はい、顎マックス。あんま変わらんな。わかる？おでこいきます。おでこどうなった？ 100% これ。おでこどうなったの？これおでこあんま変わらんな。変わる？あ、ちょっと違うな、なんか丸みが。うん。で次、お目目いきます。目いじるよ、目いじるよ、大きくするよ、見てて。お目目いくよ。あー、お目目、あー、黒目が大きくなるのか、これ。コンタクトレンズしてるみたいな、黒目。ほらほらほら、おー、黒目がね、黒目が大きくなった。ほら。はい、次、目の間、目の間いきます。どうなんの？ちょっと寄り目。逆は目が離れる。はい、目が、あれれれれ、すごい加工技術。寄ったり離れたりできる、これ。逆はやめて。ほら、はい、次、目尻、目尻いじります。これあんま変わらんか、目尻。ちょっとだね、気持ちだね、気持ち程度。目尻、あ、わかるわかる、目尻上がったり下がったりする。これ下がってるね。垂れ目だね、垂れ目。垂れたね、垂れたね、垂れ目。はい、次、鼻いじります。鼻ちっちゃくします。ここかな、ここ見といて、注目。ここいきます。おらら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 ら、わかる？うーわ、こんなんしてるやついるんだ。ちっちゃくなっちゃった。はい、次、鼻のなんか長さね、これ、ここ注目。うん、見といて、長さ。これマックス。変わってる？あーあー、なんか動いてる動いてる、鼻が。ほら、上に行ったり、全体的に。うーわ、どっちがいいんだこれ。あ、人中長いとおかしいから下げた方がいいな。人中の長さはどうなんのこれ。あー、長くなっちゃダメだ。オッケーオッケーオッケー、こっちだね、こっちだね。オッケー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 。で唇いきます。うるさいからさっきからガチャ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 。唇、唇、唇薄くしたらいいんでしょ。薄くするよ。逆だ。あ、いいじゃん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 、いいね。あ、これ口幅だった、口幅、口幅ちっちゃくしました。ほんで次、厚みいきます。唇の厚みね、薄くするね。あらららら、全然違う、すごいな、ふわっち。
こんな何でもなるやん、これ。ちょっと薄くしました。うん、で歯ね、歯、歯を白くします。歯真っ白。立体感。ナチュラル。こんなもんかな。あとリップ、あ、リップもあるわ。リップ。何色がいい？え、赤み調整、赤み。ああ、赤くなるね。これは白い方か。で、ここが外れると、俺ぐらいじゃない？こんな盛り上がるの。これ機長さんとかやってもこんななんないでしょ、変わんないでしょ、あんまりねえ。面白い顔してるからね、やっぱり。10個ラスコアです。うーん、あー、コーチありやすねえ、ありやす。なんか私顔ない、ね、似てた？あらー、確かにちょっと似てるかも、ありやす。うん、もーちゃん似てるね、ちょっとね。可愛いってことで、可愛いでしょ？マジ無理？嫌すぎる。あー、もーちゃんいやすぎるって、うん、いや結局抜かれたけどね、機長さんでしょ、どうせいいよ別に、うん、これでさ張り合っちゃうと寝らなくなるのよ。俺何回も経験してるから、もうそっちが寝るまでやめねえよってなるから、俺はもう今日はこれぐらいでいいよ。機長さんからちょっとナイスだけもらいたい、ナイスだけ。キチョピリスナーさん、ちょっとナイスだけちょうだい。1000ナイスいったら終わるわ、ちょっと。キリがねえから、これ。抜かれたとかさ、抜いたとかさ。うん。ナイスだけお願いします。1000ナイス欲しいです。助けて。あと、無料アイテムちょうだい。無料アイテム。キチョからナイスありです。1000ナイスありです。ナイス。無料アイテムだけちょうだい。もう今日は寝るわ。うん、ありがとうございますね。えこいつひよってるわ、うん、来ねえわ。ありがとうございます。うん、いや初日から張り合いたくないっつってんの。中日とかだったらいいよ、飛ばないから。初日から張り合いたくないのよ。うん。ね。無料アイテムお願いします。見慣れてきた。ありがとうございます。どっちがいい？こっちで行く？今月。どうする？どっちで行く？こっちになれるか、こっちになれるか。どっちがいい？キラキラ系でいく？このまま？もう一回外す。
応援してね。ふわっちのアイドルです。これ20代いけない？20代とか30代、30代いけない？これ42だけど。なんかホストでもいけそうだよね、これだったら。色気あるよね。汚いね。肌がなんでこんな汚いの、これ。めっちゃ汚いね。生まれ変わりたいんだけど、赤ちゃんから生まれ変わりたいわ。なんでこんな汚いの、肌。ファンデーション塗った方がいいよね。42年間もさ、ねえ、紫外線浴び続けたらこうなるんよ。うん、似てないね、これね、もーちゃん塗った方がいいのかな。もうこんな汚いやついる？肌なんでこのシミなんかあるの、これ。これ全部焼いちゃうか、真っ黒に。焼いちゃう、逆に。もう白は無理じゃん。うん。焼いちゃう、シミある、これ。どこにあんの、シミ。全部全体的にあんの。これだけ、これだけ消せばいいの。どれがシミなの、これ。これだけでしょ。ひげの跡がなかったらいい。全部くすみがあるの、これ。美顔で黒くできない。そばかすなんかある？どこにあんの？どれ、そばかす、これ、これがそばかす。月面、耳はね、ほくろだね、これは、ほくろ。きつい。クレーター。クレーターって治るの？スキンケアして。いやーでもさ、でも日本にはこの技術があるからね。これがあったら、うん。ポテンザかダーマペン。そんなのがあるの、もーちゃん。ダーマペンで治るの？ダーマペンいいよ。整形いらずだよ、これでやったら。一回じゃダメなんだ、ダーマペン。リアトツ来ないな。あと陣中が長いんですよね。陣中短くしようか、これ。ここね。なんかヒノピーみたいだね、ちょっと。ヒノピー、ファンデーション塗った方がいいよね、多分ね。痩せたらモテると思う、こんな感じだもん。だって痩せたら、痩せて肌きれいにしたらこんな感じよ。今112キロです、皆さん覚えといて。痩せるよ、80キロでいくよ、痩せて。うん、絶対痩せてやる。20キロ、30キロ痩せるわ。うん、2桁いくよ、うん、今お腹こんなんだけど、うん、お腹これ全部落とすよ。
これね、これ全部落とす。運動する？歩く？なんか散歩行くか？ご飯もさ、今日一日一食みたいなもんだから、ツイートにあげたやつしか食ってないんですよ。うん。歩きに行く？みんなも一緒にやってね、Z ポーズ。上司に怒られたら Z ポーズしたら許してくれるから、会社でも使ってね。困った時は Z ポーズ、大体許してくれるから。うん、使ってやってみて。そう、加工外れない、外れないね、加工は大丈夫だね。靴は外れるんだけど、外れない、守ってくれてる。すごいね、外れないわ。あ、ちょっとぽわ。これに慣れちゃうとさ、外せなくなっちゃうわ、これ。なんか俺ってイケメンじゃねみたいになってさ。あー、これが現実。全然違う。もう詐欺やん。なんか自信がつくね、こっちだと。俺ってやっぱイケてんなみたいな。うん。自信がつくわ。やっぱ整形したくなるね。うん。眉毛も綺麗だし。でもこれに慣れちゃうと一切コラボできなくなっちゃう、他の人とコラボできなくなる。同じさ加工使ってくんないと、うん、それなんよね。韓国行く？こんなデブなの俺。こんな太ってんの。顔パンパンじゃね。やばいわ。みつどこがいいのこれ。なんでみっちゃん付き合ってくれたの。みっちゃん。今112キロ。これだったらまだわかるよ、みっちゃん付き合うのは俺と。こんなブサイクかね。こんなブサイク。きちいね。レーザー当てろ。人中も長いね。ここのほっぺたどうにかしたいっすね、俺ね。あとクマとほうれい線。ほうれい線なかったらさ、だいぶ違うと思わない？ほうれい線、あと唇の色。うん、目の下の脂肪を取ろう。あ、ひげもね。これ綺麗になるんす、これ。ひげ
思いっきり剃ってるんだよ。なんでこんな黒いのここ剃ってんのに、なんでな、なんでこんな黒いのここ、これ脱毛したら治る、あ、たるみも、たるみ、あ、痩せたらほうれい線さらにひどくなる、糸リフト、レーザー消える、目はね、かっこいいよね、目だけ見て、あのクマがあるからダメかも、お茶の間に笑いようと思って、目はいいよね、5個の決まりのやつ、これ加工してていい感じ、あれやす、もうちゃんです、目綺麗でしょ、これでいく、騙せるかな初見さん、間違って投げねえかな初見さんが、ファンタスティック投げねえかな初見が、あ、イケメン発見みたいな、イケメンミッケみたいな、彼女いるんですか、いや垂れ目の方が可愛いと思う、すり目はモテない、垂れ目でしょやっぱり、唇も薄くした方がいいね、ちょっとぶっといもんね、可愛いありやす、初見さんかな、あ、初見さん、サムネも加工できる、最初にこのモードだったら、うん、じゃあ終わろうか、そろそろ仙台市行ったしね、終わろう、疲れたでしょ、こんなブサイク見させられて疲れちゃった、俺も現実、現実がちょっと辛すぎる、現実辛い、嫌いにならないでね、嫌わないでね、おじさんです、頑張ります、そう、顔じゃない、配信者は、眉毛はね、みっちゃんがね、整えてくれてるから、これ本物、眉毛だけはちょっと褒めて、眉毛、みっちゃんがね、手入れしてくれてんだよ、すごいね、デザインしてさ、自分で抜いてくれんのよ、綺麗でしょ、眉毛サロン行ってないんだよ、みっちゃんが全部やってくれた、綺麗に、すごくない、うん、もう少ししない、もう眉毛はいじらない、まゆちゃんじゃない、みっちゃんに任せる、全部完璧でしょ、うまいんだよ、うん、やってもらいたい、マジでみっちゃんやってくれると思うで、その代わりみっちゃんいつも言うんだけど、眉毛はボーボーにしといてって、絶対いじらないでって、そしたら自分で好きなデザインできるから、みっちゃんの、うん、
今みっちゃんリビングにいるかな。50個ありやす、マジで。お前がアラブ、セキュア、ビリゲッツ、サドバック、ソン、マサトップ、モーちゃんがいないとやってけない。ズバッと50個、パンペガラスコイ、ありがとうモーちゃんね。もう一人のモーちゃん、ナイスも最後押せる人いたらお願いします。今日は本当にありがとうございました、長時間。うん、皆さんもゆっくりしてね、休んでください。楽しかった、またね、また応援して、明日からナイスとね、セットでね、無料アイテムと、余裕のある方は有料アイテムお願いします。うん。